ゼカリア書第7章ダリオス王の第4年の大工の月、すなわちキスレウの月の4日にゼカリアに主の言葉があった。その時ベテルはサルエツェルとレゲムメレック、及びその従者たちを主に願うために使わし、万軍の主の宮に仕える祭司たちと預言者たちに尋ねさせた。 私が長年やってきたように、第五の月にも断食をして泣かなければならないでしょうか。すると私に次のような万軍の種の言葉があった。この国のすべての民と祭司たちに向かってこう言え、この七十年の間、あなた方が第五の月と第七の月に断食して嘆いたとき、この私のために断食したのか。あなた方が食べたり飲んだりするとき、食べるのも飲むのも、 自分たちのためではなかったか。エルサレムとその周りの町々に人が住み、平和であったとき、またネゲブや低地に人が住んでいたとき、主が先の預言者たちを通して告げられたのは、次のことではなかったか。ついでゼカリアに次のような主の言葉があった。馬群の主はこうおせられる。正しい裁きを行い、互いに誠実を尽くし、 われみあえ。やもめ、みなしご、在留異国人、貧しい者を敷いたげるな。互いに心の中で悪を企むな。それなのに、彼らはこれを聞こうともせず、肩を怒らし、耳を塞いで聞き入れなかった。彼らは心を金剛石のようにして、番軍の主がその見霊により、先の預言者たちを通して送られた教えと見言葉を聞き入れなかった。 そこで万軍の主から大きな怒りが下った。呼ばれた時も彼らは聞かなかった。そのように彼らが呼んでも私は聞かない。と番軍の主は仰せられる。私は彼らを知らないすべての国々に彼らを追い散らす。この国は彼らが去った後荒れ滑れて行き来する者もいなくなる。こうして彼らはこの親し,しい国を荒れ滑らせた。